はい、皆さんこんにちは、ロベルンです。実はですね、3月16日私の18歳の誕生日なんですよね。前から言ってるかどうかわかんないんですけども、実は私早生まれでございまして、2004年の3月16日生まれとなっています。他の人と比べると少しね、誕生日が遅いわけなんですけどもね、ついに18歳になるっていうことなんでね、18禁のコーナーに入れることになります。まあ、というのはまあ冗談でございまして、まあ、18歳になるってことでね、まあ、誕生日プレゼントが欲しいってわけなんですよ。なのでね、非常にね、古事記かもしれないんですけどもね、 Amazon の欲しいものリストを概要欄に貼っておきますので、ぜひね、お金に余裕がある方はぜひね、チェックしてみてください。本当に古事記ですいません。ということで本題、今回は新中一おすすめシャーペン10選っていうのをね、やっていこうと思います。では見ていきましょう。はい、ということで、まあ、今回やる企画っていうのが、まあ、新中一におすすめシャーペン10選っていうわけなんですけども、まあ、皆さんね、まあ、4月から皆さん進級だったり進学すると思うんですけども、やっぱね、新中一っていうのがね、かなりでかいんですよね。なんでかというと、まあ、僕ね、10年ぐらいね、文房具好きであるわけなんですけども、小学生の時はほとんどの学校ではシャーペンの使用がね、禁止されていて、まあ、鉛筆の使用のみっていうね、感じだったんですけどもね、中学生になってからはシャーペン使ってもいいっていうね、ことになりましたので、でね、この機にね、新しいシャーペンを買うことがね、多いと思うので、今回はね、文房具 YouTuber として新中一に向けておすすめのシャーペンっていうのをね、皆さんに10本ね、紹介していこうと思います。なので今回のは新中一必見っていうことでね、まあ親御さんが見てるのかお子さんが見てるのかどうかわかんないんですけども、おすすめシャーペンの方をね、10本紹介しようと思ってるんで、ぜひね、気になった方はね、ぜひね、そのシャーペンチェックしてみてください。では早速見ていきましょう。1本目はこちら。1本目は三菱ユニのクルトガアドバンスとなります。価格は550円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.3、0.5、0.7 があります。このシャーペンの一番の特徴はクルトガダブルエンジンというものが搭載されております。クルトガっていうシャーペンはね、多分皆さんご存知だと思うんですけども、軽くおさらいさせていただきますと、クルトガは芯が回って文字が太りにくいシャーペンとなっています。内部にクルトガエンジンというギアが入っておりまして、一画書くたびに芯が回って文字が太らなくて一定の細さで書くことができるというね、シャーペンとなっています。このようなことをすることによって綺麗に書くことができて、ストレスなくね、書くことができるっていうのがクルトガの魅力となります。今回のクルトガアドバンスっていうのは従来のクルトガよりも2倍回るっていうことで、より綺麗に書けるっていうわけなんですよね。ここにクルトガダブルエンジンっていうものが搭載されておりまして、一画書くたびにこのエンジンが回るんですよね。そのためより綺麗に美しく書くことができますね。なんですけども、一画書くたびにエンジンが回るので、ここのペン先が少し沈むんですよね。なんで安定性に関してはあんまりないんじゃないかなと思います。安定感があって書きたいっていう方にはおすすめできないシャーペンなんじゃないかなと思います。とにかく綺麗に書きたい、とにかく美しくね、ストレスなく書きたいっていう方におすすめする一本なんじゃないかなと思います。そしてこのシャーペン大人気のクルトガっていうこともありますので、みんなね、使っているんですよね。なんでね、多分持っていっても恥ずかしくないと思いますし、もうみんな使ってんでね、みんな一緒っていう感じで使っていけるんじゃないかなと考えておりますね。みんなとは違うシャーペンが欲しいっていう方にはね、おすすめできないと思うんですけどもね、もうみんな使ってる人気のシャーペンでございますのでね、ぜひね、チェックしてみてください。続いて2本目、2本目はパイロットのドクターグリップですね。価格は500円から800円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.3、0.5、0.9mm があります。このシャーペンの一番の特徴はこのグリップですね。ドクターグリップっていうことで、名前の通りグリップにね、来られたシャーペンとなっています。グリップはシリコン製で、なんと2層構造のグリップとなっているので、強く握っても弱く握っても疲れにくいようになっています。まあ、こんな感じで強く握ってもね、中のグリップがね、負担を吸収してくれて、かなり安定感のある書き心地を実現してくれます。そしてこのシャーペン、さっき紹介したクルトガアドバンスラベルとちょっと太いんですよね。太いので手が大きい方にもおすすめできますし、手が小さい方にとってもがっしりと握れる感じなんで、それもね、かなり良いポイントなんじゃないかなと思います。他にもフレフレ機能という振って芯を出す機能が搭載されております。まあ、こんな感じで振ると芯が出てくるんですけども、このフレフレ機能を活用することによって、普通にノックすることもね、可能なんですけども、持ち帰ることなく芯を出すことができるということで、かなり手間も省けるっていうのも魅力でございますね。ただこの振るときに音がかなり大きいので、授業中とかにやってしまうとちょっと迷惑かっちゃうかなっていうのはあるんですけども、そこは注意が必要となりますね。そしてこちらのドクターグリップもかなり人気のシャーペンとなっています。1992年にこのドクターグリップのシャーペンが発売されたんですけども、なんとね、本当にロングセーラーのシャーペンで、多分親の世代も多分使ってるんじゃないかなってぐらい人気でね、名の知れたシャーペンとなっています。今はドクターグ
グリップ、いろんな種類がございまして、こちらは CL のプレイボーダーというモデルとなっています。プレイボーダーは1層目のグリップが3つに分かれておりまして、中のグリップを入れ替えたりね、遊んだりすることが可能となっています。まあ勉強で遊ぶっていうのはちょっとね、あんまり良くないことだと思うんですけども、この中のグリップをね、友達と交換して、まあ友情関係を築けるっていうのもね、このシャーペンの良いところなんじゃないかなと思います。そして最初の方にも言ったんですけども、このシャーペン 0.3 と 0.5 と 0.9 ミリがあります。 0.5 ミリが普通のタイプであるんですけども、 0.9 ミリもね、十分おすすめできるんじゃないかなと思います。まだシャーペンに慣れてないよって方だったりね、 0.5 だとすぐに折っちゃうよっていう方にはね、 0.9 ミリをおすすめします。3本目はゼブラのデルガードとなります。価格は450円プラス税で、新型ラインナップは 0.3、0.5、0.7 があります。このシャーペンの一番の特徴は芯が折れないんですよね。ペン先をね、見てくださると分かると思うんですけども、結構ねメカメカしい感じとなっており、ここにね折れないようにするね仕組みが入っています。まあ、こんな感じで実際にやってみると、3回までのノックだったら芯が折れないんですよね。こんな感じで縦からの筆圧であっても、横からの筆圧であっても、しっかりねガードしてくれて、絶対に折れないようなねシャーペンとなっています。なので筆圧が強い方だったり、鉛筆に慣れてしまって筆圧がね常に強いよっていう方にね、おすすめできるシャーペンなんじゃないかなと思います。ただ3回以上ノックしてしまったり、硬度が濃い写真、例えば 2B だったり 3B だったりね、そういう感じの芯だと、まあ3回以上ノックしても折れちゃうので、そこは注意が必要ですね。今入れてる芯が HB なんで、 HB の写真ならば3回までのノックだったら絶対に折れないような感じとなっています。そしてこのシャーペンもね、本当に人気なんですよね。2014年に発売されたこのデルガードであるんですけども、いろいろな対象を取っておりまして、本当に折れなくてめちゃくちゃすごいシャーペンなんですよね。そしてこのシャーペンで、ね、なんか縁起もいいんですよね。このシャーペンのキャッチコピーがもう折れないっていうことで、なんか縁起がいいですよね。受験生におすすめのシャーペンでもこのシャーペン紹介してるんですけども、もう折れないっていうことで、なんか折れないっていうことはなんかくじけないだったり、諦めないっていうねニュアンスもあると思うので、かなり縁起のいいシャーペンでもあるんじゃないかなと思います。4本目はパイロットのレックスグリップとなります。価格は100円プラス税で、新型ラインナップは 0.3 と 0.5 があります。このシャーペンの一番の特徴は、とにかく安くて書きやすいんですよね。さっきも言ったんですけど、なんとこのシャーペン100円で買えてしまいます。普通にねダイソーとかセリアとか行っても多分買えると思いますし、そこら辺の文房具屋さん、ロフトとか東急ハンズ行ったとしてもすぐに買えますし、110円、消費税込みで110円で買えてしまうので、かなりねお手頃なシャーペンとなっています。110円となっているので、壊れていてもすぐに買い替えが効きますし、扱いやすいシャーペンとなっています。そしてこのレックスグリップ100円なのにめちゃくちゃ書きやすいんですよね。全身プラスチックでかなり軽量なシャーペンとなっていますし、ラバーグリップがねこんな感じで入っているので、使いにくくてかなりね取り回しのしやすい感じとなっていますね。なのでね、めちゃくちゃ書きやすいシャーペンなんですよね。なんですけど、ちょっと残念なところがありまして、あんまりデザインに関してはあんまりかっこよくないなといった感じですね。なんでかっこいいシャーペンが欲しいっていう方にはちょっとね、あんまりおすすめできないシャーペンだと思うんですけども、手軽にシャーペンが使いたい、すぐ壊れても大丈夫だったりね、あんまりクラスの人にねシャーペン盗まれたくないとかね、そんな感じの人はね、このレックスグリップをおすすめしますね。続いて5本目は桜クレパスのレトリコとなります。価格は200円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.3 と 0.5 があります。このシャーペンもかなり安いんですよね。なんと消費税込みで220円で買えてしまいます。そしてとにかく軽いんですよね。軽いのはね、非常に扱いやすくて取り回しがしやすいねシャーペンとなっています。そしてデザインがね、とても可愛いですよね。僕が持ってるシャーペンは白なんですけども、とてもねカジュアルな雰囲気で、女子にかなりおすすめできるシャーペンなんじゃないかなと思います。そしてこのシャーペンにもちょっとした機能がありまして、それがねクッション機能なんですよね。こんな感じで強い筆圧をかけると、こんな感じで引っ込むようになっているんですよね。さっき紹介したデルガードみたいに横からの筆圧には耐えきれないんですけども、縦からの筆圧だったらこんな感じで守ってくれるので、これもね絶対に折れないとは言い切れないんですけども、折りにくいシャーペンとなっていますね。このクッション機能がとてもありがたくて、筆圧が強い方にはね本当にいいシャーペンなんじゃないかなと思います。そしてペン先ですね。ペン先がねかなり長い感じになっていて、こんな感じで筒みたいな形状となっているんですよね。この筒みたいなペン先のことをガイドパイプって言うんですけども、このガイドパイプがかなり長いので非常に手元が見やすくなっていますね。書いている時も視界が見やすくて、かなり数学の時間とかにも活用できるシャーペンなんじゃないかなと思います。ただこのガイドパイプが長いことによって欠点が生じてしまいまして、それがね壊れやすくなっちゃうんですよね。机から落とした後、このガイドパイプが曲がっちゃう
ゃったり折れちゃったりすることがあるので、取り扱いに関しては注意が必要だと思いますね。続いて6本目はパイロットのオプというシャーペンです。価格は200円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.5 ミリのみとなります。このシャーペンもとても安くて200円で買えてしまうんですけども、いろんな機能を持ったコスパ最強のシャーペンとなっています。ではね、機能について説明していきましょうか。機能一つ目はラバーグリップですね。このシャーペン、さっき紹介したドクターグリップよりか及ばないんですけども、少しね太めのシャーペンとなっていて、ラバーグリップがついているので滑りにくくてしっかりね握ることができます。二つ目はフレフレ機能ですね。まあドクターグリップと同じように振って芯を出す機能を持っているので、持ち替えずに芯を出すことができます。三つ目はリフトクリップですね。可動式のクリップがあるんですけども、このクリップが10万回挟んでも壊れないクリップとなっています。結構中学生は移動教室とかが多いんですよね。なんでファイルにこのシャーペンを挟んでおくと、しっかりねこのクリップが挟んでくれるので、なくす心配もないと思いますし、胸ポケットにもねしっかり挟むようなクリップとなっています。その上、ね、壊れにくいってことで、かなり最強のクリップとなっていますね。そしてとてもこれも書きやすいんですよね。フレフレ機能が搭載したシャーペンは中にね金属の重りが入っているので、少し重めのシャーペンとなっているんですよね。この重さがかなりちょうど良くて、非常に安定感のある書き心地と、ガシーとしたね書き心地を実現してくれます。そしてデザインが可愛い。このシャーペンはね白にこんな感じで水色の模様が入ってる感じなんですけども、結構ね女の子っぽくて、かなり爽やかな感じで非常に可愛いなといった印象ですね。この他にも男の子向けのねデザインもあるので、ぜひねチェックしてみてください。続いて7本目は国用の鉛筆シャープとなります。価格は180円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.3、0.5、0.7、0.9、1.3 ミリがあります。このシャーペン鉛筆シャープっていうことで、鉛筆とシャーペンが混ざったシャープペンシルなんですよね。まあちょっとね詳しく言うと、鉛筆の利点とシャーペンの利点を混ぜたシャーペンがこれなんですよね。やっぱりね小学6年生から中学1年生に進級するにあたって、鉛筆からシャーペンっていうランクアップもねするので、いきなりシャーペンを使ってしまうと慣れていない可能性があるんですよね。やっぱり 0.5 のシャーペンだったらすぐに折ってしまったり、筆圧のね調整が難しかったり、そういうことがね多いと思うので、まずねあんまりシャーペン慣れてないよって方にはこの鉛筆シャープをおすすめします。まず一つ目の特徴が、軸がね六角形なんですよね。鉛筆と同じ六角形が採用されておりまして、その上ね鉛筆みたいな細さをしているので、まるで鉛筆をね持ったような感じとなっていますね。非常に持ちやすくてね、かなり軽いですね。二つ目は芯形ですね。こちらのシャーペンね 0.7 ミリとあるんですけどもね、さっき言ったんですけども 0.3、0.5、0.7、0.9、1.3 ミリがあります。なんで 0.5 のシャーペンあんまり慣れてないよって方には 0.7 ミリだったり 0.9 ミリだったりね、1.3 ミリがいいんじゃないかなと思います。ただ 1.3 ミリだったらね、ちょっとノート書くときに文字が潰れちゃったりして書きにくくなっちゃうんじゃないかなっていうのはあると思うので、僕的にはね 0.7 ミリをおすすめします。でその次は削らなくていいっていうことですね。やっぱり鉛筆ってとてもねいいペンだと思うんですけども、やっぱ削るのがねめんどくさいじゃないですか。鉛筆シャープは鉛筆とシャーペンの利点を掛け合わせたものとなっているので、削らなくていいんですよね。なのでそのまま書き続けることができますね。ここに芯を入れるだけでずっとね書くことができるので、かなり便利なシャーペンとなっています。そして最後に鉛筆のようなね書き心地なんですよね。非常に軽くて鉛筆のようなボディとなっているので、非常にサラサラとした書き心地で、まるで鉛筆を書いているようなね書き心地となっていますね。なのにシャーペンっていうことなんで、非常に面白いシャーペンですよね。これがねめちゃくちゃ良くてね、やっぱり真鍮一におすすめのシャーペンだなと思って入れさせていただきました。8本目は国用の鉛筆シャープタイプ S となります。価格は200円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.7、0.9、1.3 ミリがあります。さっき紹介した鉛筆シャープの上位互換モデルとなっておりまして、タイプ S となります。このシャーペンも鉛筆シャープっていうことで、鉛筆とシャーペンの利点をね混ぜたようなシャーペンとなっているんですけども、このシャーペンはねよりシャーペンに近い形となっています。ただ鉛筆に近い感じもありまして、それがね芯形ですね。もうこれもね 0.7、0.9、1.3 というね太芯が採用されているので、シャーペンに慣れていない方、 0.5 ミリがちょっとすぐに折ってしまうよって方にねおすすめできるシャーペンだと思います。そしてグリップをね見てくださると分かると思うんですけども、グリップがね六角形になってるんですよね。さっきの鉛筆シャープよりは少しね太めのボディとなっているんですけども、六角形となっているので、かなり持ちやすいようになっています。その上ラバーグリップが採用されているので、滑りにくいっていうのもね魅力でありますね。そして後ろにはね繰り出し式の消しゴムがついています。こんな感じで回すとね消しゴムがついていて、書いて間違えたらね後ろに回して消すことができるっていうね利便性もあるので、多機能なシャーペンでもありま
ますし、便利だなといった感じですね。そしてこれも書きやすいですね。普通の鉛筆シャープと比べて少し重めのシャーペンなんで、鉛筆らしい書き心地っていうのはね、あんまり言い難いんですけども、太芯っていうことでかなりヌラヌラとした書き心地で、芯も折りにくくてしっかり書くことができます。9本目は無印良品の最後の1ミリまで書けるシャーペンです。価格は税込みで590円となっていて、新型ラインナップは 0.5 のみとなります。このシャーペン、名前の通り最後の1ミリまで書けるんですよね。ペン先がね、こんな感じで少しね、普通のシャーペンとは違う形、これをトップチャック式っていうんですけども、この方式を使うことによって最後の1ミリまで書けることができて、芯をね、無駄なく使うことができます。そしてこのシャーペンにもクッション機能というものが搭載されていますね。さっき紹介したレドリコと同じ機構を持っています。デルガードみたいに横からの筆圧は対応してないんですけども、縦からの筆圧だったらこんな感じで強い筆圧をかけると引っ込んでくれるので、折りにくくなってるっていうのもね、特徴ですね。そしてこのシャーペンもめちゃくちゃ書きやすいんですよね。太さが太すぎず細すぎずといった中くらいのね、太さとなっていて、重さもね、重すぎず軽すぎずといった感じなんで、非常にね、安定感があるといったね、ちょうどいい感じで非常にね、書きやすいですね。太すぎず細すぎずっていうね、太さをね、使うことによって、大きい手の人でも小さい手の人でも非常にね、ガシー持つことができるっていうのがね、特徴であるんですよね。そしてトップチャック方式っていうね、さっきも言ったんですけども、最後の1ミリまで書けるシャーペンっていうことで、ここにね、チャックっていうね、芯をね、ホールドするところがあるんですよね。なので非常にガシーとしていて、ぐらつきも全くないので、安定感のあるね、書き心地にもなっていますね。ガシーとね、握れてガシーとしたね、書き心地っていうことで、書きやすいですし、安定性がバッチシなシャーペンだと思います。デザインもね、かっこいいですよね。艶消しのシルバーの金具にマット調なね、ブラックの軸となっているので、シンプルなデザインとなっていて、大人っぽいね、感じだと思いますね。おしゃれなシャーペンが欲しい、書きやすいシャーペンが欲しいっていう方にはね、おすすめできる一本ですね。まあ無印良品っていうことで、無印良品行ったらね、売ってると思うので、ぜひね、チェックしてみてください。最後10本目はペンテルのスマッシュとなります。価格は1000円プラス消費税で、新型ラインナップは 0.3 と 0.5 ですね。皆さんスマッシュご存知でしょうか？あのね、大物 YouTuber のはじめ社長さんもね、紹介していたシャーペンなんですけども、やっぱり高いですよね。1000円プラス消費税でシャーペンに1000円かけるのかっていうのはあるんですけども、これがね、めちゃくちゃ良いんですよね。まず特徴一つ目は、グリップとペン先が一体化してるんですよね。ここはグリップで、ここはペン先で、まあ、文房具用語で言うとペン先のことを口金って言うんですけども、この口金とグリップの部分が一体化してるんですよね。なので書いてる時も緩むこともなく、ガシーとした書き心地となっています。で、グリップに関してなんですけども、この口金とグリップの部分が金属製となってるんですけども、この金属とラバー、ゴム製ですね、ゴム製のグリップのコンビネーショングリップとなっておりまして、このグリップがね、かなりこだわりがあるんですよね。普通のラバーグリップだと、書いてる時にラバーがね、少しへこんでしまって、書いてる時の安定感をね、少し乱してしまうんですけども、このラバーグリップと金属のグリップを使うことによって、安定感も与えつつも使いにくいような感じとなっているので、非常に凝られたグリップなんですよね。伝わりにくい表現だと思うんですけども、非常に安定性のあるグリップだよっていうことですね。そしてペン先ですね、これもさっき言ってたガイドパイプなんですけども、ガイドパイプが 4mm となっているので、視界が見やすくて手元が見やすいような感じとなっていますね。上の部分がプラスチックで、下の部分が金属製となっているので、低重心設計になるんですよね。低重心になることによって非常に安定感が増して、下に重心が増すので、かなり快適に書くことができます。ちょっとこれに関してはね、表現が難しいと思いますし、重心っていうのはね、あんまりちょっと分かんないと思うんですけどもね、そこはちょっとご了承ください。そしてデザインがかっこいいですよね。全身ブラックで、ロゴがね、赤になっているので、非常にかっこよくて、男心をね、くすぐるデザインなんじゃないかなと思います。そしてこのシャーペンね、黒のね、スマッシュであるんですけども、黒のスマッシュの他にも限定カラーっていうのがあるんですよね。通常のモデルで黒なんですけども、他にもね、ロフト限定で白のスマッシュだったり、赤のスマッシュだったり、青のスマッシュだったり、ピンクのスマッシュだったりね、いろいろ販売されていますね。東急ハンズだったらね、今流行りのパステルカラーのスマッシュだったり、女の子っぽいねデザインもあるので、限定色があれば男女問わず使うこともできます。なのでね、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、筆記に関してかなりね、凝られているシャーペンってことで、めちゃくちゃ書きやすくて、ガンガン書けてしまうシャーペンだと思うのでね、1000円ね、結構高いと思うんですけどもね、ぜひね、チェックしてみてください。
はい、ということで以上となります。今回はね、新しく中学校へ入学する新中1向けておすすめシャーペンをね10本を紹介したんですけども、私ね最近声出しの動画を始めまして、少し前まで字幕で動画をねお届けしてたんですよね。なんで言葉足らずの部分だったり、ちょっとひっちゃかめっちゃかな部分があると思うんですけども、そこはねご了承いただきたいなと思います。そしてこのチャンネルをね初めて見た方も多分いらっしゃると思うんですけども、主にねこのチャンネルは文房具の紹介をしていますね。なんか面白い文房具だったり、ちょっとお高い文房具だったりね、お得な文房具だったり、いろんな文房具を紹介していますので、ぜひね新中1になった皆さんも文房具の沼にね引きずり落とそうと思ってるんで、皆さんねぜひねチェックしてみてください。ということでね以上となります。次回は何しようかな。次回はなんか面白い文房具とかをレビューしようと思ってるんでね、この動画をね機にね見てくださった方はね、ぜひね次回の動画だったりね過去の動画もね見てくださったら嬉しいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。